物理的メダルゲーム 100& メダル銀河案アンは2014年11月から全国のゲームセンターで稼働しているセガインタラクティブのメダルゲーム通称銀河案銀アン銀河アン,ン,アン,ン 100& メダルシリーズ第3作ボイスアクターは神谷明また2020年現在設置店舗はかなり減少しており 100& メダルシリーズで最も珍しい個体になりつつある。前作のカザーン劇カザーンヒョザーンから、筐体が大幅にリニューアル。大型化され、最大ベッド枚数も99枚から200枚に引き上げられた。UFO を模した役物が中央に配置された六角中状の筐体で6席配置されている。ボール発射機構が1席につき2箇所あり、2人プレイが可能となっている。 メダル以外にも100円硬貨を投入しプレイすることも可能。その場合は各店舗で設定した100円分のメダルに換算される。また、店舗による設定によっては100円硬貨でしかプレイできない場合もある。本作に搭載されている継続率90%のプラネットラッシュは火山の一撃の破壊力と氷山の継続性を合わせ持つシリーズ集大成である。 また、激カザーン・ヒョザーンと連動したプログレッシブ形式のビッグバンジャックポットを搭載している。まず筐体のボタンでベッドを決め、発射ボタンを押して、ボールを発射する。前作のカザーン・激カザーン・ヒョザーンにおける一段目のような全サテライト共通の回転する役物ではなく、各サテライトごとに存在する左右に往復移動するスリット状の役物に向かって、 ボールを発射する。スリットには5つの穴が開いており、中心の穴がゴー、その両脇の2つの穴がダイヤチャンス、スリットの両端の穴がアウトである。ゴーの穴のみ他の穴と比べて幅が広い。アウトやダイヤチャンスの穴に入るとベットしたメダルは没収となる。ゴーの穴に入ればセカンドステージへ進める。概要の項で述べた通り、1つのサテライトに 同様の装置が二つある。そのため左右でボールを発射できる。各、サテライトごとに存在する装置。一定周期で前後左右に傾くテーブルに、ボールが投下される。同時に、最大二球での挑戦が可能。テーブルには9つのポケットが開いており、その内訳は、5、1つ1、2つ2、2つ、2つ、ダイヤチャンス、2つ。 中心にある号のポケットに入れば、サードステージへ進める。1、2の穴に入ると、その分の配当を獲得し、次回サードステージに進むまではそのボールがホールドされる。計4箇所のホールドの穴をすべて埋めるとその時の、ベッド数2倍のボーナスを追加で獲得することができる。の穴は、デジタル抽選により、ベッド数の1から10倍の配当獲得となる。 ゴーの穴の周囲には、この地型の回転体があり、入賞するには、タイミングよく、ボールが回転体を通過しなければならない。二球での挑戦時に二級ともゴーの穴に入れば、EX ボールを獲得できる。筐体中央下に存在する全サテライト共通の装置で、前作のヒョザー案における三段目と類似している。12個のポケットが開いた、クルーンめがけて、 プレイヤーの任意のタイミングでボタンを押してボールを発射する。発射されるボールはセカンドステージで5に入賞した1球、セカンドステージでホールドされている例から4球、EX ボールで最大6球。EX ボールは持っていると自動的に使われる。複数持っていた場合、EX ボールがなくなるか、最大玉数である6球に到達するまで自動的に使われる。 使わない、あるいは個数を指定して使うことはできない。また EX ボールを持っていない場合は100円を転送することで筐体手元の小さな抽選機による物理抽選を受けることができ、当たれば EX ボールを獲得できる。クルーンにはプラネットラッシュ突入1、2のポケットが存在し、プラネットラッシュ突入のポケットに入れば、プラネットラッシュ挑戦の権利を得る。 それ以外のポケットに入った場合は、ベッド数に応じて配当を得るが、稀に銀眼チャンスが発生し、その場合は、プラネットラッシュ突入以外の全てのポケットが10倍配当に変化する。抽選後は、挑戦玉数だけ、セカンドステージに自動で玉が投入され、再抽選が行われる。再抽選では、配当やダイヤチャンスを得ることはできないが、 ホールドのポケットに入賞すればホールドされる。ゴーのポケットに入った場合、その玉は再抽選される。なお、他のサテライトで抽選中にサードステージ挑戦の権利を得た場合は、抽選待ち中に EX ボールを獲得できるミニゲームを遊べる。惑星を模した巨大な球体状の抽選機構を用いて行う継続型のボーナスゲームで本作最大の目玉と言える。 抽選機構内部には色の異なる10個の色玉が入っており、抽選機下部に取り付けられたファンの回転により色玉が抽選機中を飛び回る。抽選機中央の黒い装置にボールが捉えられるとそのボールの色に応じて配当が加算されていく。ボールの種類、数及び倍率は以下の通り。イエロー、1倍レッド、1から15倍スペシャル、3から100倍ブラック、3倍。 プラネットラッシュ終了スペシャルは白地に赤と黄色の帯が描かれた玉で、ブラックは黒地に白い帯が描かれた玉である。ブラックボールが入賞するまで抽選は継続され、その継続率は90%。ただし100連装で強制終了となる。21連装以降は配当がさらに2倍となる。90%という継続率は前作のヒョザーンの ブリザードラッシュにおける継続率である83.3%よりも高く、加えてスペシャルボールの入賞により、前作のカザーン劇カザーンのスーパージャックポットである100倍配当を何度でも獲得できる可能性があり、火山の一撃の破壊力と氷山の継続性を合わせ持つシリーズ集大成に違わぬ大量獲得を期待できる。なお、 他のサテライトが抽選中にプラネットラッシュ挑戦の権利を得た場合は待ち時間中にサードステージと同様のミニゲームを遊ぶことで EX ボールを獲得できる。100円転送時のボーナス及びファースト、セカンドステージにおいて10ベッド以上でダイヤチャンスの穴に入賞すると得られるボーナス。抽選によりダイヤを0から8個獲得でき8個集まると規定の 枚数のメダルを獲得できる。サードステージで使用する EX ボールを得ることができるミニゲーム。サードステージおよびプラネットラッシュ挑戦時に他のサテライトが抽選中だった場合に待ち時間の間プレイできる。内容は、ファーストステージのスリット状のパネルを光が移動するのでタイミングよくボタンを押し、光を止めることでパネルを点灯させ、 左右合わせて10個のパネルをすべて点灯させることができれば EX ボールを獲得できるというもの。点灯しているパネルの数が増えるたびに光の移動速度は速くなるためタイミングよくボタンを押すことは難しくなる。失敗してもその部分のパネルが消灯するだけでゲームを継続することが可能。また待ち時間が終わらない限り挑戦可能回数に制限はなく一度に 複数の EX ボールを獲得することも可能であるがクリアするたびに光の移動速度が上がり難しくなる。プレイ中に突然発生するランダムイベント。発生すると全サテライトで通常ゲームはしばらくプレイできなくなる。なお、サードステージ抽選中およびプラネットラッシュ、抽選中には発生しない。その内容はプラネットラッシュの抽選機構を用いて スペシャルボールが2回連続で入賞すれば、ビッグバンジャックポットを獲得できるというもの。獲得率は1%。それ以外のボールが入賞すると即終了となり、配当は獲得できない。発生時に挑戦回数がアナウンスされ、ランダムで挑戦できるサテライトが決定される。アナウンスによると、メダルを多くベットしているサテライトが選ばれやすいとのこと。また銀河案のサテライトに加え、 銀河リンクに対応済みの劇火ン・ヒョザーンが同店舗内にあればそちらのサテライトが選ばれることもある。獲得に失敗した場合は挑戦回数が残っている限り別のサテライトに挑戦権が移動し、いずれかのサテライトが獲得に成功した場合は挑戦回数が残っていても終了となる。 プレイしているサテライトが多いほどビッグバンジャックポットの獲得枚数が加算されていく。ジャエポロケテスト、ありがとうございます。